林一蔵大阪市にある銅像、林一蔵から1952年2月17日は、日本の内務官僚、銀行家、府県知事、日本信託銀行頭取、熊本藩士、林新蔵の長男として生まれる。5歳で、父が死去し、母、亀樹により育てられ、苦学して、中学最最高、第五高等学校を経て、1896年7月、 帝国大学法科大学政治学科を卒業。津月トム省に入り津月トム族となる。1897年7月、津月トム省の廃止に伴い内務省に移り内務族として北海道局に配属された。1898年12月、文官高等試験行政科試験に合格。1899年5月、警察監獄学校教授に就任。以後、 県内無償参事官、山口県書記官、同県第一部長、広島県事務官、第一部長県第三部長、新潟県内務部長などを歴任。1908年7月、三重県知事に就任。同年12月、東洋拓殖株式会社理事に転じ、1916年11月まで在任。1917年1月、山口県知事となり、 同年12月、大阪府知事に移動した。1918年、現在の民政委員の前身である、方面委員制度を、知事顧問、小川主次郎と共に考案して創設し、府に救済課を設置した。1920年2月3日、大阪府知事を、異岸面本館となり退館。以後、日本新宅銀行頭取、大阪道島米国取引処理事長などを務めた。 また郷里熊本県の電力会社九州電気でも1935年9月から1942年3月にかけて会長を務めている。ありがとうございます。